はい、おはようございます。サラダ農園です、今日は9月27日ですね、日曜日です、今日はですね、昨日、お伝えした、大根のですね、発種した、圃場の様子を紹介したと思うんですけど、その時にですね、鹿にちょっと大根葉を食べられているということを紹介したと思うんですけど、今日はですね、朝、下に、外周はメッシュを張っていてですね、で前回、去年キャベツを植えるときにこの上にですね、鉄の、これ22のパイプかなを、2メーターの高さのものをですね、メッシュにくくりつけて、でそれに、ナイロのビニールをですね、はわしてたんですが、ビニールはやっぱりパタパタしてですね、擦れてちぎれてしまってボロボロになってですね、去年草刈りが大変だったそうなんで、ちょっと片付けてですね、ビニール片付けるのに、もうガスバーナーで焼いた方が早くビニールが片付きましたので、もうこのメッシュに引っかかっているですね、平テープのビニールとかですね、もうガスバーナーでバッと焼いて今綺麗にしてですね、で、メッシュの上に3段ですね、この電柵の線を張っていきました。まあまずですね、電気を流さずにそのままちょっとやってみようと思うんですけど、まあそれでも入るようだったらちょっと電気を流す方向でやっていきたいと思います。で、この電柵の線もなんですけど、今ピンクのですね、平テープですね、流行ってますね。あれはちょっと素材買ってみたんですが、もう風で煽られてもバラバラにならないような、素材だったので、まあもしこういう風に簡易的にやられるビニールテープをやられる場合はですね、ピンクの平テープですね、下に、Amazon かなんかのリンクを貼っておきますので、そちらの方をですね、買われると、バラバラにならずにですね、水筒の外周とか最近結構ピンクの平テープ見ますんで、そちらの方をですね、やってみてはいかがでしょうか。で、うちはですね、もう電気を流すかもしれないということで、電柵の、線を今引っ張っておりますんで、こちら外周ですね、3本上3本今やっておりますね。ぐるーっと、今半分ぐらい朝、できたんですが、ちょっと今から、8時からですね、ミネラル G 散布作業をちょっとやっていくということで、6時からですね、2時間ほどやったんですが、もうここでこの電柵の張る作業はまた明日か今日の夕方か明日の2以降になると思います。まあでも早くやらないとですね、大根の葉っぱがなくなってしまったら大根もできませんので、ちょっとですね、作業を、急ピッチで進めていきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。
私たちはミネジーの散布作業してるんですが、岡山からですね、石拾いのお手伝いに来てくださった方が、夫婦でね来られてる方がいます。すごく助かります。すごいな。ダンプ入れながら、ね、ちょっとダンプができんなり、はい、あもう重たすぎて